どうも、ルジクニでございます。さーて、続きをやってまいりましょうか。この右側に行けばいいのかしら？敵は強くなってんのかな？慣れの果て。とりあえず、まあ、術のレベルを上げていくか。レベル3。レベル6とかまで行ったらまたなんかあれかな、新しいの覚えたり。強っ！クリティカル、ちょうど回復して助かったか。全然効かんな、これ。魔法が効きにくいでいいか。が、術レベルを上げるにはちょうどいい。よしよし。ちょっと上がった。お、ヒールバレットを習得した。やった、やっぱりそうだ。どんどん魔法を覚えさせてった方がいいな、この感じ。右側行けるか？行けない。ここで右側行ける。お、宝がある。平石。さて、なんか新しいの覚えたが、ヒールバレット、あ、味方を回復。じゃあこのクイックドローの方を今度上げてってみるか。とりあえずウィルゴービプスのレベルを上げる。クイックドローのレベル上がった。バッドメディスン、バッドメディスン、なんか覚えましたよ。バッドメディスン。相手に猛毒を込めた弾丸を撃ち込む。毒とか良さそうだね。とりあえずこれもレベル上げるか。ヒルオビスイプスがレベル6まで上がったらなんか覚えるかな。覚えてくれるといいんだが。毒とか結構ボス戦では使い勝手良さそうだけど。ポーションレベル2。ヒットポイントやばいな。普通に回復したい。ポーション、とかスキル。術で癒しの水、あ、使えないのかこれ。戦闘中のみか。ポーションで回復せざるをえんか。下側にも行ける。ケルベロスで、バッドメディスンのレベル上げていく。ビロビスのレベル上げていく。うん、ヒットポイントが高いボス戦とかだとかなり優秀そうではあるが、エルボピックスレベル6まで上がったらなんか覚えないかなぁ。バットメンション上がった。シャドーボールを習得した。お、バーンストームを習得した。歴戦の戦士の称号を得た。歴戦の戦士。HP30、腕力30。とりあえず気候紙でいっか。神話に、竜の魂は月で目覚めた。眼下に広がる世界に竜は感動を覚えた。だが竜はその世界の地上へ降り出すことは許されなかった。地上へ降りると魂は地へ帰り、竜は生き返ってしまう。また一人ぼっちになってしまう。一人ぼっちになってしまう。また妹のことでも思い出しておるのか？まあな。どんな妹だったのじゃ？自慢じゃないがよくできた妹だって。なんというかお人形、天使、妖精、とにかく儚げな雰囲気の美少女だった。いつどこの馬の骨の嫁に出すのかと思うと気が気でなくてな。そういう男が現れた時に俺は軍人の技術を用いてそいつを闇に葬り去ろうと心に決めていた。軍人の技術をそんなのことに使うつもりだったのか？そう思っていたんだが、そうなる前に妹は言ってしまった。ああ、俺は悲しい。そこはかとの闇を感じるのを。やばいお兄ちゃんやな、これ。なんかある。とりあえず敵を倒して。なんか新しい技覚えたが。シャドーボール。暗闇。状態異常系結構覚えんのか。で、バーンストーム。したら、レベル6で覚えたから、癒しの水もレベル6までいったらなんか覚えるかな。とりあえず次は癒しの水、レベル上げるか。シャドーボール。暗闇になったらもうやり放題じゃないか。シャドーボール。癒しの水のレベルを上げていく。ミス。いいね。暗闇毒にしちゃえば大体の敵はなんとかなるんじゃないか。かん。シャドーボール。うん。3上がった。一気に。スリーピーホロー。スリーピーホロー。こんなところにキノコが生えてる。食べられるかの。
毒キノコだが、ただこのキノコの毒素に旨味成分が入っていて焼いて食うととてもうまいんだ。だが少量でも確実に腹を壊す。やめておいた方がいいぞ。よし、焼いて食べるのじゃ、あと酒を持ってこい。俺の話聞いてた？毒は酒さえあれば大丈夫だ。だからお酒。酒が飲みたいだけだろ。なんか新しい技覚えてたけど、スリーピーホロー。麻痺弾。あ、眠りね、今度は。なるほど。癒しの方がなかなかだな。とりあえず。もう食べられません。あ、そういうパターンもある。一気に MP 全開まで持ってこうと思ったが、そうは問屋は下ろしませんよということか。なるほど。だから、骨付き肉のレシピ。とりあえず敵の、敵でどんどんこれ、スリーピーホロー。癒しの水。スリーピーホロー、眠れ！眠った。眠ったんならもうこっちのもんよ、これ。癒しの水。レベル6までなんと上げたいとこだが、癒しの水を。毎ターン眠らせたらもう、もはや勝ち確じゃないですか、それ。1回の戦闘でまた食べられるようにキャンディーとかが食べられるようになってくれるといいんだが、癒しの水、さてこれでまたレベル上がるかな。お、3上がった。ウィークポイント、癒しの水もレベル上がった。 MP がこれやばいな。これ紅茶あ飲める。よしよし。紅茶をいっぱい作ればなんとかなりそうだ。720万だ。うまし。お前酒以外に好きなものはないのか？そうじゃなしっていうなら人が好きじゃな。つまり俺のことが好きということか。あ、いや、すまぬ。謝るのはやめて。人はうまい酒が作れるからの。酒をくれたらジェイドのことも好きになるかもしれんの。その手には乗らないぞっていうか人が好きな理由はそれか。どんどん敵と戦って、キノコを、ウィークポイント。弱体化。神経を、弱体化させるね。とりあえずもうこれで、うわ体当たり。癒しの水もこうおそらくレベル6までいきそうだが、弱体化普通に強いな。汚染、何毒？毒になるかもしれなかったってこと？癒しの水レベル6まで上げて何にも覚えなかったらどないしよう。電気ショックが弱体化している関係か、そんなに強くないな。ひたすらこれをやる。サクサク敵を倒すよりも間違いなく強化にはつながってると思うが、さすがに MP が厳しいか。これよーし。4上がった。あ、もう覚えなかったな。アイスセイバー。新しいの覚えた。これで打ち止めか。レベル5まで上がって覚えないんだったら打ち止めっぽい気はするな。そしたら次ヒールバレットを覚えさせるか。で、アイスセイバー。氷の剣で串刺しにする術。はーん。ソニックダート。空術のなんかをあれそう、上位ありそうだな。ソニックダート次、レベル上げるか。かかってこいやー。でも普通の技もひらめいてほしいんだよな、これいい加減。まあ、とりあえずヒールバレット、打ち込んで、あなたは、ソニックダートのレベル上げよう。レジストされてるー。めっちゃ回復するな、ヒールバレット。レジストされてるがそんなの関係ねえだ。打ち込みまくるだ。ヒールバレットもレベル3になったらなんか覚えるかな。K
結構サクサクレベルが上がって楽しいな、これ。おっせん。この戦闘でまたヒールバレットのレベル2ぐらい上がらへんかな、これ。2ぐらい上がってくれるといいんじゃが。どうした、どうした。お、3上がった。お、ヒールシャワー。3上がった。お、呪縛の印。どんどん新しいの覚えてくる。楽しい。一回の戦闘ごとに新しいの覚えてくるの楽しいな、これ。これなんだ？アリだー！え、なに？アリだー！もう完全にロマサガネタじゃないですか、それ。ヒールシャワー。味方全体の HP を回復か。なるほど。で、バット。暗闇にして。相手の動きを封じる。弱体化とかしてくる。呪縛の印、金縛り、シャドーボール。ウィーク。暗闇にはならない。毒。ウィーク。敵の動き止められてるっぽいな、これ。毒。あー、MP ないなった。殴る。よーし。うわー、いっぱい出てきたー。そういう感じ。これは困ったね。クイックドローのレベルも6まで上げたらなんかありそうな感じがするんだよなー。 MP 回復するか、これ。MP 回復大事に。あとレベル上げたいのはこれのレベル上げたいな。うわ、吸血。ヒールシャワー。この初級も6まで上げたらなんかあるかもしれんな。フレームロアとか微妙な回復力。あ、炎レジストなんだ。で、通常攻撃一発投げて、なんかひらめかないかなという淡い期待。アイスセイバー。お、ひらめいた。峰打ち。あ、スタン。スタンの峰打ちいいね。氷がめっちゃ効く。昆虫系には氷。峰打ち覚えた。スタン。これいいじゃん。スタンいいじゃん。よう、それ。バーンストームとか。あー、もう使えん。なんかひらめけ。峰打ち。敵の方が素早いのきついな。なんかひらめけ、なんかひらめけ。お、ひらめいた。炎。敵のレベ、敵が強いから割とひらめきやすいのかな。はーん。が、氷系をひらめいてほしかったんだが。いや、普通に敵が強くて困る。ヒールシャワー、アイスセイバー、クレジットアロー。めっちゃクリティカルしてくるやんか、これ。よし。めっちゃ出てくるやん、これ。ヒールシャワー。もうない。自分回復して。もう一発回復するか。アイスセイバードッセイ。強い。回復が間に合ってないんだが。ブリッジとアロー。ヒールシャワーの回復力足りてなさすぎ。足りてなさすぎ、それ。切りつける。活力の炎。活力の炎程度の回復力では微妙か。峰打ち。なんかひらめけ。なんかいいのひらめけ。敵用の先手取れなきゃひらめいても、スタンさせてもしょうがない感がすごいな。お、鉄拳連打。結構ひらめくね。火力足りてなさすぎ、それ。
火力足りてなさすぎ問題。鉄拳連打回避不能。はえー、いいね。月光鏡何オートヒール。そんなことしてくる。三段突き、お、いいじゃん。三段突き裏上がった。峰打ちレベルに上がった。ピュアレイズバットメディスクイックドロー。めっちゃレベル上がる。風魔の井金の延べ棒手に入れた。いや、やばすぎる。敵の強さがやばすぎた。美味しいパンと紅茶キャンディー。ひーきつい。お、またこっちもボスっぽいのいるなー。これなんだ、これ鉄の塊のようじゃが、オルメカじゃないか。古代のテクノロジーが生み出した無人で動く鋼鉄の兵士。ここにボタンがついてると押してみよう。嫌な予感が。あー、直ちにワープを開始します。なんだ。あ、なんか変なとこに来たよ。どうしよう。自業自得じゃ。バカ、アホ、間抜け、変態。落ち着くんだ。しかしここは一体どこだろう。マナの流れからして地下じゃな。見た感じ遺跡のようじゃが、そこはかとないロマンを感じるぞ。喜ぶでない。すまない、ちょっと興奮して。とにかく早く出口を見つけるのじゃ。回復ポイントは助かる。回復ポイント助かる。とりあえず MP 回復の紅茶を作りたいんだが、穀物がないから作れない。困ったー。ナッツもないからマナの雫も作れない。とりあえずポーションレベル2作って。元の場所に戻れないの。機能を停止しているようだ。まだ全部調べきってなかったんじゃが。困ったことに。敵は強いのか？うわぁ、なんだ。ウォルメか。術だいぶ、ピュアレイズ。あ、復活系ね。だいぶ強くはなってはいるが、とりあえずあれだな、三段突きとか峰打ちとかのレベルを上げたいところ。三段突き、こっちもあれだな、まだまだ上げたいレベルのやつがいっぱいあるんだが、術封印、いかにも術とかしてきそうだが、ちょっと今 MP が足りないな。あ、敵が素早い。三段突き。三段突きのレベルが2上がった。まるで迷宮だな。迷子になるなよ。努力する。右は？お、ところがある。穀物くれ、穀物。穀物100個ぐらいくれ、穀物を。こんな地下に穀物もなさそうではあるが。オルメカ。すごい見た目のやつが出てきたな、これ。峰打ち。どっせい。レジストされてる。お、ひらめいた。巻き針。意外と技もひらめくようになってきたな、これ。なんか光ってるとこあるじょう。890マナ。マナより穀物欲しいんじゃが、これ。穀物欲しいんじゃが、わし。ナッツ。いや、広いな、これ。これ、しかし。穴ぼこだらけで危ないのじゃ。落ちるなよ、絶対落ちるなよ。無茶ぶりではよせ。くだらんことやってないで先に進むか。そういえば、お前に謝らないといけないことがあるんだ。実はお前がこの間寝ているときに、落ちたー！わしが寝ているときに何をしたというのじゃ。助かったんか。だから、プリンのレシピ。MP 回復アイテムっぽいな。一旦あれかな、敵をレベル上げつつ殲滅して一旦回復に戻るか。これでマナを使えばこれが作れて、これを材料にすることでこういうのが作れるから、プリンがまた今さっき作れるようになって MP が20回復するから、これ作っていきたいです。したらばこれをいっぱい作ってもらって、でこれもちょっと10個ぐらい作ってもらって、これも
10個ぐらい作ってもらって、そしたらプリンを大量に作る。あー、あれか。卵がいっぱい使うのか。なるほど、もうちょい。作って、卵をいっぱい作って、で、プリンをもっと作る。これぐらいプリンあればなんとかなるかなー。まあ、敵とは全然戦わなくてもいけるんだが、ロマサガと同じだったらあれかな、こっちが強くなると敵も強くなる系だったりするんかな、これ。とりあえず、なんか新しくバラージショットっての覚えましたね。魔法ダメージでかつスタン。割と悪くないんじゃないかい？あと上げるレベルのやつがどれだっていうんだけど、初級レベル上げていくか。バルカン砲。バラージショット。着実にレベル上がっていく。死を恐れぬ戦闘人形か、恐ろしいものを作りおるな。もっと別の形で役立てればいいもの。あ、俺も心の底からそう思うぞ。メイド型のオルメカとか作ればいいのになんて愚かな。愚かなのはお主じゃろ。メイド型ロボ。いいですね。ロマンですね。穀物ありがたいが。バラージショットにフレームするわ。レベル6まで上げたらなんかあるかな。なんかあるといいんじゃが。レベル上がった。ラインショット。めっちゃ派生すんな、しかしこれ。しかし本当に穴だらけで危ないな、ここ。落ちるなよ、絶対に落ちるなよ。それは振りか？くだらんことを言ったの、それなことより先に進むのじゃ。そういえば、お主に謝らないといけないことがあるのじゃが、お主が寝てるとき顔に落書きをして消すのを忘れておった。すま。ひどい、もう外歩けない。ちゃんと最後まで行ってから落ちたな、今度は。階段、こっちが先かな？お、マナの雫レベル2だって。助かる。助かるが。ラインショット。一直線上に連射する。なかなかいい火力ではあるが。お、ヒートボディ。やっぱレベル6まで上げるとなんかあるんだな。3の倍数まで上げるとなんかがある感じかな、この感じ。レベル9まで上げたらもしかしたらまた何かあるかもしれないな。とりあえずこれを3までいくが。ヒートボディ。味方1人の腕力、体力が上昇。なるほど。じゃあ、ブリジットアローもレベル6まで上げるか。封印。術封印。そんなことしよる。やめで、ほんとに。レベル上がった。さて、左側を？とりあえずこれ調べるか。古代文明はなぜ滅んだのじゃ？大厄災によって一度人類もろとも滅んだと聞いてはいるが、500年前の厄災と何か関係があるのかもしれんの。厄災は明らかに生物を絶滅させるために起こっているとしか思えない現象だからな。今回の青い月の厄災もおそらく古代文明を滅ばした大厄災と同じものだろう。だが滅んでやるつもりはないのじゃ、せいぜいもがいてみようではないか。はあ、はあ、だいたい同じような見た目のやつばかりだが、バットメディスンとかもレベル6まで上げたらなんかあったりするかな、まあ、とりあえずラインショット。ブリジットアロー。SD が、SD のこのキン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 っていうのが BGM がでかすぎる。でかすぎる気がする。お、魔導の水。なんか覚えたよ。くんかくんか。どうしたんだんじゃ匂い嗅いで。いや、俺はいつから風呂に入ってないのかと思ってな。村を立ってから日にを数えるならだいたい1週間くらいか。そんなに経過してるのか。せいぜい1時間40分52秒くらいかと思ってた。そうじゃの、短いようで長かったのじゃ。逆にもう何年も一緒に旅をしているような感じもするな。うむ。それ、俺臭くない？大丈夫？たまに消臭、殺菌、殺菌、消毒、殺菌魔法かけてるから。そんな魔法あるなら自分に使って酒の匂い消せよ。便利魔法ある。消毒魔法、消毒、滅菌消毒、あ、上から来たんだっけ？滅菌消毒魔法とか、欲しいな。どうしても忙しくてお風呂に入るのがもう本当にかったるくてかったるくてしょうがない時とかありますもんね。ラインショット。
魔導の水、魔力を増加させる。なるほど。だいたい3633とかなったが、次はバーンストームレベル6まで上げたらなんかあるかな。普通に魔法が強いんだな。いや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 、今当たってなかったでしょう、それ。当たってなかったでしょう、それ。バーンストーム。敵をワンパンで倒せてしまうのもこれ問題なんだよな。月薬レベル2。あそこに扉があるが入れるか？ちょっとあれだな。プリン食べるか。早めのプリン。お、入れる。うわぁ、なんかいるー。薬草素材、マナパウダー、万能薬。遺跡にトラップが付き物とは思っていたが、そういった類のものなさそうじゃな。やるけど、こっそり俺が全て解除してる。こっそりすぎるじゃろ、一体どうやってるんだろうじゃ。まあ、警告解除してるの嘘だが、お前が罠を踏まないように誘導して歩いているんだ。まさかさっきから頭や尻を撫でようとしていたのは、わしを罠から遠ざけるため。お前が避けるのを見越した上での行動だった。お前が五体満足でいられるのも俺のおかげだ、感謝するんだな、ジェイド。もっと普通に誘導しろ。セクハラ紳士の称号を得た。セクハラ紳士。技巧プラス50。金縛りスタン体制。おまわりさんこっちです。合法的にセクハラをしようとしてくる。はぁ、体力とどっちがいいかだな。結構でも魔法ぶっぱしてるからな、今な。ボス戦っぽいのがいるんだよね、そこにね、これ。とりあえず戦うけど。俺やっぱり心理マン心理マン。とりあえずあれかな、もう暗闇とかにできたらいいなという思い。敵の動きを封じる。とりあえずバーンストームぶっぱするか。レジストされてる。ナイス暗闇。暗闇強し。したら毒にもして、バーンストーム、レジストされてるけどレベルを上げる。毒になったー。暗闇毒状態ならもうこれ勝ったようなもんじゃろうって。勝ったようなもんじゃろうって。弱体化もさらに打ち込んでいく。弱体化。勝ったな、これは。勝ったな、ガハハ。あとなんかラインショットのレベルも上げるか。倒せそう、倒せそう。暗闇とかどれぐらいの効果が効いてるか。あ、暗闇の効果切れたっぽいな。シャドーボール。よし、暗闇。当たったー。あ、MP なくなったー、これ。MP なくなってもうたー、これ。ラインショット。もはや何もできない、殴る。どっせい。大暴走。暗闇強しだな、これ。もうあとはどうとでもなるか。ひらめいた！居合抜き！物理の火力がいまいちだな。レベル上げないとダメか。ドラゴンハウルを習得した。心理人形。ドラゴンハウルとかいうかっこいい技覚えたが。竜の力を少しだけ解放する。自身の全攻撃力と全防御力と敏捷が上昇。4ターン。最終奥義っぽい技だな。次はアイスセーバーのレベル上げるか、じゃあ。アイスセイバーのレベル上げますかね。レベル9まで上げた時に何か覚えるのかっていうのが気になるところではあるが、ラインショットレベル4まで上げても何も覚えなかったんだよな。まあ、通常の技のレベルを上げていけば同じぐらい火力が上がる。即死技か、これ。同じぐらい、レベル、火力が上がりそうな気はするが、三段突きとか、強そうだからレベル上げてっても良さそうではある。
とりあえずプリン食べて。うん。敵復活してるんかい、それ。とりあえず三段釘のレベル上げていくか。で、あなたは癒しの水で回復する。封印。稲妻好き。お、かっこいいの覚えたよ、これ。結構技覚えるね。技とか封印とかちなみにさせられないんですか、これ。封印とかなさそうだ。だから、稲妻好きね。あ、空系ね、なるほど。属性がついてないやつの方が、まあ、使い勝手良さそうだから、とりあえず三段突きのレベル上げたいところではある。アイスセイバー。強い。普通に魔法が強い。アイスセイバーのレベル上がった。ヒールパウダーのレシピ。お前は俺以外の人間とこんな風に一緒にいたとことはあるのか？さてどうだったかの？やきもちというやつかの？違うもん。気持ち悪い言い方をするでない。じゃがまあここまで深い関わりを持ったのは男だ。お前の死が初めてじゃな。ならば責任を取って結婚するしか。え、無理。それはさて言うて男ではと言ったが、それはつまり仲の良かった女性がいたということか？そうじゃな。大昔わしがこの姿になる前まだ竜の姿をしていた頃の話だよ。盲目の少々変わり者の美しい少女だった。まあお主にするような話ではなかろう。あまり良い話ではないしな。話したくなったら話せばいい。どんな話であろうと黙って聞いてやろう。いつか話そう。ありがとう、ジェイド。永遠の少女。なんか、手に入れたが。MP プラス20。この姿は背負うべき罪であり、忘れてはならぬ業である。魔力30の方がいいかな。 MP20 はでも、いいな。いい気はするが、っていうところで、今回一旦この辺にしときましょうか。はい。だいぶ時間来てしまいましたね。はい。ということで、また次回、次のパートでお会いしましょう。またねー。